始め。行くぞ。避けたはずの攻撃が。クリーンヒット！アンドダウン！やれるか？うん。次で腕をいただくぞ。まだもったいぶるなら。それもよかろう。その程度の使い手だったと思うまでだ。行くぞ！あげるよ。ひそかの腕が！ひそか天使の右腕が飛んだ！なるほど、君の能力の正体はダブルだろう。さすがだな。その通りだ。やっぱりあれは錯覚じゃなかったんだ。カストロが攻撃を仕掛けた瞬間、あいつの体が重なって見えたのは現実だったのか。これが念によって完成した真の孤高剣、名付けて孤高神剣。次は左腕をいただく。それでもまだくだらぬ余裕を見せていたいか。そうだな。ちょっとやる気出てきたかな。二度とふざけた真似ができぬよう、左手もそぎ落としてくれる。さっきから言ってるだろう、あげるって。もし本体で攻撃してきたらカウンターをくれてやろうと思ったのに、こっちで。あれ、切られたはずの右腕が元に戻っている。黙れ。なぜこっちを。なんだ、そんなことも知らなかったのか。何？その力を覚えてしまうと、逆に他の力を使えなくなってしまうほど、僕はそれをメモリが足りなくなると表現している。青春。